僕はこの病気になって何度も覚悟をしてきました。病気を周りの人に話そうと決めた時、病気を受け入れて今を生きようと決めた時、左腕が全く使えなくなった時、歩けなくなった時、仕事ができなくなった時、僕はたくさんのものを病気に奪われてきました。奪われていくことに目を向けても怖いばかりで、今できることに目を向けるしかありませんでした。目標を見つけては失うことの繰り返しです。今は大学の医学部に入学するのが目標です。合格するのに何年かかるかわからないし、いつまで目指せるのかもわかりませんが、僕が今医学部に入学したいという気持ちだけは病気には奪えません。この先全ての目標を奪われたとしても、僕が目標に向かって生きたという事実も奪われないのです。それに病気から与えられたのは苦しみや絶望だけじゃありません。僕は人の温かさを知りました。家族と真正面から向き合えたり、わがままを言えるようになりました。愛情を信じられるようになりました。自分のことがちょっと好きになりました。自分が持っている幸せにも気づかせてくれました。こうやって喋れること、歩けること、走れること、食べられること、笑えること、触れ合えること、風を感じること、太陽の光に包まれること、今生きていること、この世に生まれてきたこと。僕は今新たな覚悟をしなければならなくなりました。人工呼吸器をつけるかつけないか、死ぬのも怖いし生きるのも怖い。死ぬ覚悟も生きる覚悟も簡単にはできません。周りの人は僕がただ生きてくれさえいればそれでいいと言います。家族や大切な人のためだけに生き続けることができるんだろうか。自分の意思を伝えられないかもしれない状態で生き続けることができるんだろうか。ただ一つ分かっていることは、僕がどんな状態になっても僕が愛とぬくもりに包まれているということです。家族、友人、先輩、主治医の先生、病院のスタッフの皆さん、介護スタッフの皆さん、いつも僕の隣にいてくれる彼女、僕は愛とぬくもりだけで生き続けることができるんだろうか。それだけで僕は自分が生きている意味を感じることができるんだろうか。僕は何もできないどころか、生きているだけで手がかかります。
排泄、入浴、食事、痰の吸引、それでも生きていていいんだろうか。そのことをずっと考えてきました。僕が生きているだけで周りの人たちが生きがいを感じてくれるんじゃないか。僕が生きてるだけで生きる意味を社会に問いかけ続けることができるんじゃないか。じゃあ生きているだけの状態で僕が僕であり続けるにはどうしたらいいんだろうか。そうなった時に僕を支えてくれるのはそれまで生きた時間、僕のいた時間なんじゃないか。僕は覚悟を決めました。生きる覚悟です。いつかその時が来た時のために今を全力で生きていきたいと思います。今日はこのような場を与えていただき心から感謝しています。皆さんにお会いし新しい目標を見つけることができました。これからも今日のように自分の思いを伝えていけたらなって思います。今日はどうもありがとうございました。